いやあ、皆さん、戦列歩兵の戦略シミュレーションゲーム、ナポレオントータルウォーのもっとナポレオニックトータルウォー3、プレイ動画へようこそ。前回はフランスの地方ここブルターニュを制圧しました。本当はね、ノルマンディから目と鼻の先のフランスの首都、ここパリスっていうのかな。パリを制圧したいんですが、ご覧の通り、この人数ですからね、あまりにも硬くてね、まあ、ここにもいますから、どう考えても制圧できない。まあ、仮に制圧したとしても奪還されてしまうので、長い目で見てですね、フランスの国力を削いでいけば、軍縮せざるを得なくなるだろうと、いうことで、近場、なおかつ落とせそうな、ブルターニュを制圧しました。まあ、ここからですね、例えばこういう、まあ、船とかね、ドックヤードをまず制圧したり、トレーディングカンパニー。ここはお金600手に入りますから、徐々にですね、フランスの国力を削いでいきましょう。だから次、ブルターニュにいる軍が制圧するであろう都市はここですね。アクイタイン。アクイタニア的なところだと思うんですよ。今度はここ制圧することになりそうですね。じわじわとね、我々はフランスを東から制圧し、オーストリアは東の方から制圧してくれてるんかな、今。一方、ジブラルタルではロバート・ロス将軍が、どうにかマドリッドを攻略しようと模索しているところです。マドリッドはね、スペインの首都で、まあ、言っちゃえば、パリみたいに硬いんですよ。ユニットの数が全然足らなくて、前回視線をくぐり抜けてなんとかジブラルタルに帰ってきました。しかしね、ユニットがまだ補充が終わってないんで、攻めるのは当分後になってしまいますね。あ、これ人口減っていってますね。どうにかして増やさないとな。人口減ってくと多分税収が減って大変なことになるかもしれないな。だからといってこれ戻すと、税収戻すと、赤字になっちゃうんじゃないのかな。仮想階級の締め上げだけはやめよう。これだんだん減っていってるってことかな、人口が。どうしよう。まあいいや、もう。まずフランス落とすところまで戦争は継続しよう。前回落としたブルターニュの治安は悪いですね。ただこれ、しばらくすると、反乱収まると思うんですよ。あ、そうだ。都市の改修も終わってないから、かな。で、その後これを落とすか。この港。思い出した。ネルソン提督で落としに行こう。あ、これ封鎖のみですね。やりながらですね、内政もしよう。お金を稼いでいきましょう。あとは、ロンドンからユニットどんどん派遣しよう。現在2体作ってますね。馬が欲しいね。馬強いですからね。あー、もう馬を雇うお金もないかな。1000ですよ、1000。馬雇いたいけど雇えないな。今いる部隊でもいいや。あ、馬いるわ。次のターンですね。ここにいる船に乗せてブルターニュで降ろそう。で、そのままアクイタニンの方かな。とりあえず南に行きましょう。ここもね、攻められることないと思うんで、こっちでやっとったユニットも、まあ、いずれ到達すればですね、船に乗せていきたいと思います。お金1000はね、取っ
ておこうかな、どうしようかな。ミリタリーアカデミー。これ研究してもいいんだけど、もしね、仮にですよ、ノルマンディ落とされたとしたらね、ユニット貯めて持ってこられて守りきれないとしたら、ノルマンディ発展させたのも、させたの無駄になってしまいますからね。やめよう。お金戦どうしよう、マジで。うん、取っておきましょう。あ、そうだ。トレーディングカンパニーは作んないと。前回一隻沈められちゃいましたからね。あ、これ以上、あ、お金がない。お金がなくて作れません。ターン終了ですね。今日マドリッド攻略するか、アクイタニア行くかなんですが、多分アクイタニアの方になると思います。マドリッドは、首都なんで、一回攻めたぐらいじゃ落ちないと思うんですよ。第1次マドリッド包囲戦、第2次、第3次と、続けていきながら、徐々に追い詰めて、ようやく落とせるレベルだと思うんですよ。なんかこの人、つけっぱな、なんか鼻がね、おかしくない。だいぶ昔のテレビ番組の水中のゴリケル・ジャクソンみたいな話してますね。どうでもいいかま。ここにアカデミーがあんのかな。まあ、ここで発生したわけだからいるわけかな？違うかな？いないな。まあ、いや、後でどっかに移動させよう。まあ、後でって言ってるとダメなんだよ。オックスフォードがあるのはどこ？オックスフォードの俺場所把握してないんだよ。これかな。オックスフォード、これ場所。あ、なんだ、これで押せば、あれ？どこ？コークってこれでしょ？オックスフォード。あ、これ？あったわ。このエージェント、オックスフォードまで持っていこう。ここにしまってる学者。あれ、そもそもあれ学者かな？俺学者だと思って入れたけど、あれか学者かどうかわかんないな。あ、アップグレードできる。なんだ、大学。これ、オックスフォードに持っていこう。これじゃない。違う。バイオリン？あ、聞いたわ。スピード上がったわ。どれぐらい変わるんだろう。ああ、1ターンですね。1ターンでかいよ。10ターン経てば倍の速度だから。これ2人入れるとどうなんだろう。まあいいか。それ後ででいいや。お金が2000か。2000あるか。どっかアップグレードできるところあれば、やっていきたい。おっ！なんだ、もうさっきのやつじゃん。ないですね。で、都市は？あー、ノルマンディーか。まあ、やるか、一応。いや、2000はダメだ。2000はダメだ。ネルソンの石碑とか、そのお金に余裕ないとな。記念碑かな。まずはここ落とそう。アインシュタインがいるじゃん。白黒。
こうやってね、少しずつフランスを弱らせていきましょう。その後は、このトレーディングカンパニーですね。これで収入また増えたかな。直せればかな。直す金がないのかな。あ、直すにはアクエタニア制圧しないとダメかもしんない。じゃあ船乗せよう。いやいや、そっから行けるでしょう。ここから。で、次のターン。ブルターニュで降ろそう。で、次のターンに、そのままアクイタニアに行ってしまいましょう。で、現在ここにいるアーミーは、後で移動させるとして、船を2隻作っておこうかな。あ、もう作れない。じゃあ、ターン終了ですね。で、次のターン、新たな研究ができますから、さらに収入が増えるような研究をしていきたいね。あと、人口が増えやすいような研究があれば、それも取っていきたい。人口が減ってくと、税収減っちゃって、きつくなりそうなんでね。今何研究してんだろう。難しいな。やっぱここ、一番右がいいんじゃないかな。あー、船の維持費マイナス 3% はでかいな。多分だけど。いや、それよりもこっちかな。農場の収益プラス10。まずこれかな。これだろう。6ターン。で、現在収入が、3000。一気に増えたな。いい調子だわ。これユニット増やせるな。あ、そうだ、忘れないうちに。降ろさないと。次のターンですね。次のターン、ここまでいけるかい。あー、2ターンかかっちゃうか。じゃあ2ターン後にアクイタニア攻めよう。ああ、じゃあ君ではない、君ではない。ブルターニュは一時的にこれ都市開けることになるんで、これアップグレードしちゃいけないとは思うんだけど、開けちゃうと駐屯軍いなくなるから治安悪くなるか。いや、でもやめた方がいいな、今は。今はやめよう。あ、広域庫アップグレードあんじゃん。何が変わるんだい。あ、収入が増えるんだ。400が600になるわ。これいいな。ガンガンやっていかないと。で、これドックヤードでしょ。これ収入なんないもんね。強い船が作れるようになるだけですからね。それ後ですね。それ全部後だよ。大学も後ですね。空き地があればそれを、あれだ。あれやっていくんだけど、アップもないから。そうだな。ユニット雇うか。ロンドンでたくさんユニット雇いましょう。何が欲しい？歩兵でしょう。とりあえずこれ、雇えるだけ雇って、空いたところに、これ一体ぶっ込んでみよう。全部同じだとね、絵的にあれですからね。いろいろぶっ込んでいこう。
で、ターン終了です。お、お、お、来たな。これフランスとの戦い今日行うことになりそうですね。それをやったら、なんかやっぱりなんて言うんでしょうね。ちょっと話変わるんですが、このゲームってかなり長いシリーズになりそうな予感がします。まあ、海外の実況者で、ね、ライオンハートさんがプロイセンで、ナポレオントータルウォーにダースモッド入れて遊んでたんですが、3年かけてクリアしてたんですよ。パート数百いって。僕もそうなるような気がしてきたな。オスマンエンパイアが戦争を吹っかけてきたみたいですね。まあ遠いから何でもいいや。まあ海から来るとしてもね、こっちにネルソン提督いますから。オスマンエンパイアとの交易協定破棄は痛い。400ぐらいお金減りましたね。AI ね、なんだかんだ言って破棄してももう一回申し込めば承諾したりするんですよ。ダメ、ダメそうですね。で、行くか。次多分これ包囲してくるだろうから、出ていかないとね。あ、まだユニットの補充終わってないんだ。まあ、行った方がいいな。包囲されるとね、きついんだよね。まあ、いいや。甲状腺の動画も作ってみよう。一回ぐらいは。相手何？大砲いる？これどれぐらいんだろうね。大砲一部隊ぐらいだったら、要塞の城壁崩れないんだよ。落としきれないんだよ。ただ、思いっきりいると、城壁に穴開いちゃって、負けるかもしんない。あれなんか今素通りしてこなかった？相手。アクイタニアから空いたブルターニの方にユニットやってきましたね。で、今日どっちを動画にするかですね。どちらも撮るか。おおお、今ロシア行ったよね。こんな遠くまで来るのはもうどう考えても あいつしかいないよ。どっち動画にすっかな。まあ、まずこれ落とすか。これ互角はないだろう。互角ないでしょ。まあ、これ手動でやる感じや。負けようがないもんね。で、我々結構人数いますし、で、相手はこれしかいないですから、これ手動でやりましょう。ここなんていう場所ですかね。バトルオブフランス。フランスのアクイタニア地方での戦いですね。野戦。今回これをサクッと終わして、で、あれかな。ノルマンディ防衛戦やろうか。両方やると、もしかしたら、1時間超えてしまうかもしれない。1時間超える動画はね、作りたくない。いい天気だな、今日。めっちゃいい天気だな。もう霧かかってばっかりだったから、久しぶりだわ。さあ、やろう。
ですね。我々から攻めるわけだから、あ、これ結構距離近くないか、そうでもないかな、なんか結構近いような気がすんな。大砲が3体で、坂になってると地面に弾当たるから、ふさふさだな、いいな、この草原いいね。この辺りいいんじゃないか、ここ。で、ユニット避けとかないと、これ、弾当たっちゃうから。まあ、こんな感じで、まあ、まず馬外しておくか。で、やってみよう。あ、これな、やばいかもしんない。これかぶさってんな。しかも相手、これ撃たないっていうことは。ああ、これ、馬ついてるわ。これちょっと横に移動してくんないかな。あ、つけたんか。やっぱもうちょっと前行くか。グタグタになったな。違う、一人将軍だな、これ。あ、ここにいたのか。大砲は移動力がないと使えないわ。あんなに遅いとね、足並み揃わなさすぎるもん。場所取り難しいじゃん。あ、もう来るかい。わかんない、いつものヤンキーかもしんないよ。我々森の中にいるからね、チャージの効果が薄いんじゃない。ある程度距離詰めたら走って場所取りしましょう。やっぱ草がね、ふさふさしてるとね、このゲーム綺麗ですね。おっと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 、ヤンキーかな、また。あ、これ地味に来てる、地味に来てるぞ。走った方がいいな。これ来てるわ。うん、詰めてきてないように見せて地味に詰めてくるのやめてくれ。もうちょっとこれ向いといた方がいいな、危ないな。
この舞台はもう馬外していいわ。やばい、走ってくれ。走らないと間に合わないかもしれない。あ、これチャージ決まった？もしかして。いやいや、でも式崩壊するでしょ。3対1だからね。あ、式崩壊しましたね。あ、向こうにもいた。これ何？馬だ、馬馬馬。奥のやつ狙っといて。あっと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 、前前進しちゃった。さあ馬外しましょう。相手馬が多くない？そうだ、相手2軍、軍団2ついるんだよね。あれ、これフランス？そうだよね。あ、そうだ、フランスだ。あ、これあれだ、アクイタニアの方だ。ノルマンディの方と俺勘違いしてたわ。で、大した戦闘じゃないわ。おっと、なんだこれ、あれなんだ、戦列歩兵か。くっす、三平みたいな動きしやがって。走って向き変えよう。やってきてますね。丘の上に布陣している。これ馬狙ってるんでしょう。馬ちょっと引きましょう。いいねー、この草のふさふさ感見てくれ。もう完全にスカイリムだよ。全然効いてない。もうほら見てくれ、もうちょっと前行かないとダメだ。逆に打たない方がいいわ。布陣が超重要だな。マジどこに布陣しよう。これもうこの辺りまで行かないとダメだな。ここまで。あ、でももう行けないわ。今からだと遅いな。これはね、馬に2つありますから側面攻撃に狙いましょう。あー、この軍服かっこいいな。特にこのコートがいいですね。あー、コートで思い出したけど、あのアマゾンで古代ローマのコスプレ衣装を買おうかなと思ってるんですよ。どうでもいいか、すな。チャージしてくれ。今だったら決まるだろう。決まったでしょ。あ、こっちの騎馬隊80しかいない。80しかいなくても式崩壊すれば勝てるはず。あ、馬狙われてるわ。バレちった。作戦がバレました。もし前進しよう。一応大砲も前進しておこうかな。できるときにね。いけるときに行かないと。うん、ここまで行けば
いい戦いはできる。守れるかどうかは別として、これ今ならチャージできる、できる。あえて気づきましたね。気づいたけど遅いですよ。これチャージ決まりますからね。こっちの馬の人数は123ですね。相手は188。これ間違いなく勝ちました。あとは馬に廃山兵狩りも任せましょう。走ってくれ。これ大丈夫だよな、本当に。あ、これちょっと被ってんな。被ってんのダメだな。あ、これサムネ映えするわ。この青はいいな。青とこの緑のコントラスト最高だな。綺麗なゲームだな。で、そしてこの白、白の煙、そしてこの発砲した時の炎、炎っていうか火ですね。全てが芸術で、 AI もね、エンパイアトータルウォーよりもだいぶ賢くてやってて楽しい。あれ、そういえば馬、あれ、これ俺の馬、馬だわ。相手の馬、ここにもいんのか。じゃ、一旦撤退だな。一旦帰ろう。陣形変えましょう。あ、相手だいぶいますね。大砲をここで使うのはやめよう。勝てる戦いだから、大砲の支援は今回はやめよう。ちょっと盛り上がってるような気がするんだけど、まあいいか、やってみっか。1個ぐらいだったら外せるだろう。狙ってくれ、行ってくれ、頼む。はい、どこ撃った、どこ撃った、変なとこ撃たないでくれ、頼むぞ。はい、地面でした。ダメですね。戻そう。大砲むずいわ。俺も砲兵士官学校卒業すればよかったな。しないと使い物にならん。あ、相手が敗走していきましたね。で、徐々に徐々に距離を詰めていこう。あー、これ右側の2部隊は歩いてないんで、歩いてない、撃ってないんで、もうちょっと詰めよう。なんだこの、これ曲線でこれ歩けんの？あ、すごくない？このアーチ状。これどうやってんだろう？
え、どこどこどこ、どっから撃たれた。大砲か、あの大砲。あ、まだ馬に繋いである。誰に撃たれたんですかね。流れ弾だな多分。流れ弾は仕方ない。まあ、チャージだな。勇気を出せお前ら。諦めるな。チャージしろ。決めてくれ。あとちょっと。よっしゃー。いやー、今日もね、勝ち戦でしたね。相手が交代し始めましたね。詰めていきましょう。弾がもったいない。近寄らないと弾当たりませんからね。でも大砲怖いから、もういいや。ここで本当は大砲ももっとうまく使った方がいいんだけど。あー、なんか壁があるな。あと相手は大砲と将軍の騎馬隊だけですね。綺麗だな。いや違うな、まだいるな。これ士気戻ってるよね。戻って、あ、一旦交代したんだ。勝ち目がなかったから。そういうのがね、賢いよね。賢くて面白い。もうちょっとユニット貯めてからね、来た方が。あ、走り出したな。まあ面白いんだけど。なんで馬外さないんでしょうね。やっぱ君も砲兵士官学校卒業してないのかな。使い方わかんないんじゃないの。俺と一緒か。これは、まあ、走って大丈夫かもしんない。だってあと大砲とひたすら交代している戦列歩兵2部隊と相手の将軍というかジェネラルですね。ジェネラルの騎馬隊以上ですね。しかもこの将軍やってる騎馬隊は実際の将軍ではなくて兵卒なんだけど将軍の役目を担ってるだけですからね。スキルないですよ。うん、相手のユニットの数はあんまり減ってはいないんだけど、撃たれてるから士気が減っていってますね。これ何なんでしょうねこれ。あ、馬狙いに行ってんのかもしんないな。全然食らってないもんね。
思いっきり目の前まで行ってやるよ。さすがに当たるでしょ。あんなんか食らってないような気がするな。大砲無敵かな。俺幻見てんじゃないのかこれ。チャージしようかな。あ、勝ったわ。あと相手の将軍ですね、あれを潰せば勝ちです。隊列組むところまではじっとしておこう。当たってないような気がするな。当たってないな。これ何かがおかしいぞ。おい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 、あ、当たり始めた。なんかあったんでしょうね。ハマってたんかな。なんか相手動きおかしいよね。何なんだろう。これ相手もう逃げてるだけ？あ、クロリウスさあって言ったから、これ戦いに勝って今退却してる最中かな。その可能性ある。あ、そう、マップの外行ったもん。あ、じゃあこれ勝ちだわ。よかったよかった。もうちょっとやる？やりますかね。何分やったっか。やったっけな。次のノルマンディ防衛戦。あれ何分かかるかで、引き続きまた動画を撮るかどうか決め、おおおお。何こいつ退却しながら攻めるってないだろそれ。せこすぎるぞ。帰ろう。これ次回ですね。これ次回。次回やりましょう。ノルマンディ防衛戦。今回これ何地方なんだろうね、ここは。まあ、アクイタニアでしょうね。アクイタニアの戦場でね、フランスと戦いました。次回は、ノルマンディ防衛戦やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。